秋山駅は千葉県松戸市秋山一丁目にある北総鉄道北総線の駅である。駅番号は HS04。相対式ホーム2面2線を有する掘り割りによる半地下駅である。ホームは将来の重量編成化を考慮し北国分型に延長可能な構造になっている。駅入口及び駅前ロータリーは丘の上に立地する。 2019年度の1日平均乗降人員は7791人であり、北総線15駅中10位である。利用者数は年々増加し続けている。近隣の学校と下校時間帯には学生の利用客が目立つ。近年の1日平均乗車人員推移は下表の通り。駅前にはマンションが立ち並び、周辺には学校が多い。駅の南側に、 大型スーパーがある。1991年に開業した当時の駅前には仮設駐輪場と畑が広がっていたが、2000年代に入ってからは、駅周辺に大型分譲マンションが相次いで建設され、秋山土地区画整理事業の進捗により開発が進む予定である。松戸市立図書館東部分館、三秀ベリタス中学校、高等学校駅前ロータリー以下のバス路線が、 駅前ロータリーに乗り入れている。成田スカイアクセス線との共用区間ではあるが、当駅には京成電鉄が運行する列車は停車しない。ありがとうございます。